吉田さん、時間ってむちゃくちゃ大事ですよね。で、皆さんね、時間を大切に使おうと思って歩きスマホをしてみたりとかね、それからいろんなことを同時にやろうとしたりとか、優先順位決めたりとかっていろいろあると思うんですけども、結局それで、思い通りの人生歩めてるのかなとかね、自分の暮らしを、そして自分の人生を自由にするほどに自由なお金とかね、自由な時間が生み出してるかなって言ったら、多分ほとんどの人はどれだけ一生懸命急いでやってもね、果たせてないんじゃないかなと思うんですよね。でも改めて思いますけども、だからこそむちゃくちゃ時間って大事だなと。時間ってそのものが人生ですからね。だから1秒たりとも無駄にできないし、無駄だと感じたらすぐにその時間と手を切らないと本当にやばいことになるなと。でもたまにね、何かをやめると思うと引き戻そうとする力もあるわけですよ。だからそこは心を鬼にして離れていかないと大変なことになるかなと。ですから過去とさよならできるかどうかっていうのがすごく大事なんじゃないかなと思うんですよ。人生ってのは暇じゃないと勉強もできないし、トレーニングもできないし、出会ったりもできないし、まあ反省もできないし、何が大事かっていうことを見分ける時間すらないのかなと思うんですよ。で、忙しすぎて日々をこなすだけで精一杯で、いつの間にかね5年10年過ぎていくっていうのがなんか世の常かなと思うんですよね。で、むしろずっと先を見て、ずっとなんか予定ないからいろいろできるなと。で、これ何度もね、その億万長者合宿の中でも話しましたけども、やらないといけないことで時間が埋まって忙しいのか、やりたいことで時間が埋まって忙しいのか、同じ人生だけども向かう方向は全然違うんじゃないかなと思うわけなんですよね。で、自由な時間とお金を手に入れるために最短距離は YouTube をむちゃくちゃやることだというふうに、私いろいろとねやってきて気づいたなというところですね。他にもあるんでしょうけどね、結構レバレッジが効かないんですよね。なんかやってる時しかお金にならないと。だから時間も同時になくなっていくんですよ。これが厄介ですよね。稼ぐ活動するときに時間も同時になくなるという。これじゃあ時間もお金もトレードオフの関係、要するに時間を切り売りしてるのが変わらないんで、まあたどり着かないかなと。だから何もしなくてもお金になる、もっと言ったら何をしていてもお金になるっていうふうに持っていかないといけないのかなっていうのが今日の動画の結論でございます。いってらっしゃい。